では再開していきます。狼絶景版実況プレイやっていきたいと思います。前回はかぐやの秘密に迫るということで、かぐやを追いかけ笹部郷に行きまして、笹部郷でなんと地中深くに鉄のタケノコ、まあ超巨大な鉄のタケノコがありまして、それに乗ってかぐやは旅に出てしまったと。その際にこれ髪飾り日よけの石棺をもらうことができました。未知の文明の技術が施された赤き石棺、炎から身を守ることができるということで、かぐやのおかげでなんとかこの火の海を渡ることができまして、いざだんまり決め込んでいる卑弥呼様に勝ち込みかけに行ったのでというところです。俺何やってるんじゃ、こんな引きこもり目出てこんかい。ほう、やいやいやい、部屋に閉じこもって妙ちきりんな祈祷をしてるって噂の女王卑弥呼だな。へへ、警備が厳重でチートばかり苦労したけど、ついにここまでたどり着いたぜ。ら、お甘子、お前も言ってやれ。自母アマテラス大御神、貴殿のご来訪をお待ちしておりました。そして旅絵師一寸、そなたのこともな。なんで俺たちの名前を。そうかい、そこまで調べがついてんなら話は早えや。都の切り騒ぎに海の水流、みんな大騒ぎなのもご存知だよな。お前が何を企んでるのか全部説明してもらおうじゃねえか。ぐす、都の民の苦しみ、わらわにも痛いほど伝わってくるでおじゃる。病に侵され竜の腹渡で溶かされ、ツークの絶叫が激流のように押し寄せてくるでおじゃる。泣いとる。お？わかったぞ。お前、そうやって人間たちを苦しませて、その怨嗟の念を食らってる妖怪だな。そんな続けた蚊帳の向こうで三文芝居してねえで、いい加減観念して正体を現しまー、この妖怪ババア。一寸よ、妖怪ババアとは随分な言いざまじゃな。しかし、顔を隠したままお迎えするとは確かに無礼でおじゃった。自母アマテラス大御神、この西安教の長卑弥呼御前にぬかずき、慎んでお詫び申し上げまする。西安教の女王卑弥呼。一寸が撃ち抜かれた。長として都の民が苦しんでいる時に安閑と過ごせるはずなどありませぬ。この卑弥呼、西安教に影を落とす悪しき者どもを退治するべく、毎日ここで祈祷を続けておりました。おぞましき者のけどもの牙城、鬼ヶ島の行方を突き止めるために。一寸が。妖怪どもの牙城だ？それが都の騒ぎの元凶だってのか。でも鬼ヶ島だが、にょごヶ島だから知らねえけど、島の行方ってのはどういうことだい？その島は何か船みたいにどこかへ行っちまうってのか、プカプカとよ。鬼ヶ島は神出鬼没。毎日日暮れとともに忽然と姿を消し、全く別の場所に移動するのじゃ。広い海原のどこに現れるのかも見当がつかず。それゆえ、兵を差し向けたくともそこにたどり着くことさえ叶わぬありさま。でもだからってこんな部屋に閉じこもって、日がない一日お祈りなんかしたって拉致が開かねえだろ。頭燃えてないこの人大丈夫。やろう、やる気か。秘宝千里水晶。
悠久の太古よりこの西安京を治めてきた我ら邪馬台一族、その先祖伝来の情報は千里水晶、重宝千里水晶はいかなる未来をも教えてくれるのじゃ。貴殿らがこの西安京を訪れることも、そして鬼ヶ島が現れる海域も。ほう、天子がそんな便利なものがあるならさっさと鬼ヶ島の場所を調べたらどうだい。天子がめっちゃ興奮してる。鬼ヶ島ほどの敵の牙城を暴くには水晶に多くの宝力を注がねばならぬ。そしてそのためのこの、そのためのこの祈祷が物のけどもに知れたら、奴らはどんな手を使ってそれを阻もうとするか知れたものではない。まあね。だから今はこうして身を潜め、一筋の祈祷に続けるほかなかったのじゃ、ないのじゃ。もっとも、もう敵の先兵が差し向けられているかもしれぬがな。よくできた話だけど、まあ、おいらは卑弥呼姉のことを信用してやるぜ。かわいい姉ちゃんの嘘と父には抱かれろって言うからな、ぷんふー。こやつ。おーい、やいやいやい。やりやがったな。それはお前が悪いよ。これこれ、今のわらわに近づいてはならぬ。わらわがこの千里水晶を手にすれば、わらわの周りにはいかなる厄難をも跳ね返す強力な結界が生じるのじゃ。不用意に近づこうものなら、そのように天罰を受けることになるぞよ。この千里水晶はわらわの命綱。たとえ我が祈祷が妖魔に気取られようとも、この強固な結界の力が、つばぎわでわらわを守ってくれることであろう。え、近寄っちゃダメなの？あ、でも天子は近寄れるよ。天照大神は、改めまして、貴殿に懇望いたしきことがおじゃります。わらわの都の民の願いどうか聞き届けてはたもらぬか？とりあえず聞くだけ聞くか。海の太平を脅かす巨大な水流。あれがなぜ突然暴れ出したのかはわかりませんが、元来水流は海原の安寧秩序を司る海の神。害をなすからといって、あれを退治では逆に乱を招きまする。なるほどね。いえ、それどころか水流なくして鬼ヶ島へは渡れないのでおじゃります。それどういう意味だい？なんだい、もったいぶらずにさっさと続きを話しなよ。鬼ヶ島へ渡る鍵はあの水流におじゃります。というのも、たとえ千里水晶で鬼ヶ島の行方を突き止めることができたとしても、今度は鬼ヶ島の強力な結界が我らを阻めでおじゃりましょう。その結界を破ろうと策を弄しても返り討ちに遭うのが関の山。強力な結界で島ごと守ってんだ。しかし、海神水流ならば鬼ヶ島の結界をたやすく打ち破り、本土と鬼ヶ島をつなぎ止める希望の架け橋になり得る、のでおじゃります。つまりあんたが鬼ヶ島の場所を暴き、水流がその結界を破る。それが敵の牙城を切り崩す唯一の手立てってわけだ。でもあんなに大暴れしてる水流が、はい合点と協力するのかよ。それが地母天照大御神にお願いしたいところなのでおじゃります。貴殿の力でいか、たけり狂う水流を沈め、我らの味方につけてはもらえ、たも、た、つけてはたもらぬか。この卑弥呼、祈祷の大義であるゆえにここを離れられぬみ、もはや貴殿を置いて頼りはないのじゃおじゃります。なんだぞ？ちょっと待ちな、あの暴れん坊水流を手なずけるだ？そりゃ可愛い姉ちゃんのお願いならご依頼には断れねえけど、このアマテラス大先生が首を縦に振られんじゃどうにも。え、どうなんですか、伊田先生、卑弥呼姉のお願い聞くんですかい？アマテラス大先生、しょうがねえな、聞いてあげよう。いやー残念、アマテラス大先生がそう言うんじゃ。何？甘くお前今なんて。おう、アマテラス大神、なんと慈悲深きことでおじゃりましょう。では、この関門砦の鍵をお渡しいたしまするゆえ、関門砦を越え、その先の地へ向かってたもーれ。関門砦の鍵をもらった。関門砦を越えた先の海には、竜を操ると言われる海の民、竜神族の国がありまする。海神水流が暴れ始めたのには竜神族が何か関係しているはず。水流乱心の謎を突き止め、鬼ヶ島への天津橋をかけたもれ。ということで、鍵をもらったので砦の外に出ようというところですね。卑弥呼姉のさ、
あの、言葉が。なんか、なかなか難しい。甘く全くお前は、また安請けしやがって、とにかくあの水流を操ってる連中がいるってのは分かったから、その竜人族の国ってのに行ってみるか。よし、行こう。行くぞー。結構ね、卑弥呼姉の言葉がさ、なんか、和風な、なんか古典的な言い回しに、さらになんか難しくしたような感じでして、ちょっと難しいわ。よしよしよし。で、砦まで、じゃあとりあえずカットしようか。はい、砦の前にやってきました。ここですね、関門砦。で、ん？それは卑弥呼様からのご情報。関門砦の鍵じゃないか。どうしてお前がこんなものを？とにかくその鍵を持つ者には砦の通行を許可せよとの仰せだ。きっと急を要する事情があるのだろう。では、開門するぞ。開けてくれた？おー、開けてくれた。ありがとう。お前みたいな犬っころと砦の通行を許可するなんて、卑弥呼様には一体どのようなお考えがあるのだろうか。そりゃわかんねえよな。そりゃ白いワンコロがいきなりね、鍵持ってきたら怖いわ。通せって言われてもなってなっちゃうわ。で、両島原北ですね。さて、竜人族の国ってのはどこにあるんだい？名前からして、海の方にありそうな感じだけど。おいらできれば海に入るのは遠慮したいぜ。別に水流が怖いんじゃないぜ。ただお前の泳ぎがちんたらしててあくびが出ちまうんだよ。なあ、それ言われるとちょっとあれなんだけど。おお、牛若じゃん。やあ、マテラス君。都の空気もすっかり良くなったようだけど、小さな穴の向こうのアドベンチャー楽しめたかな。無視だ、無視無視。さあ行くぜ、アマコ。ずいぶん釣れないなあ。ほら、あたりの景色を見て気づかない？さっきまでたたり間に飲み込まれていたのを、ミーがパパッとやってあげたんだよ。狼おろしだっけ？何？ビューたちが来るのを待っててもよかったんだけど、ビューティフルな海をいつまでもたたり場漬けにしておくのもね。でも見ての通り、漁師島原の青い海が見事に蘇っただろう。絵にも描けない美しさってのはこういうことかな、ゴムマリ君。髪おろしやってくれたん？お前何が言いたいんだい？ちょっと小耳に挟んだんだけど、ゴムマリ君、ユウはさすらいの旅絵師なんだって？どんなビューティフルな絵を描くのか興味あるんだよね。ちょっと一枚見せてくれないかな。なんだと？どんな絵を描こうとおいらの勝手だ。お前のようなやつに誰が見せるかってんだ。ずいぶん釣れないの。まさかとは思うけど、絵を描けもしないのに絵師を名乗ったりしてないよね。ほう。なんだと？いやー、ある絵師のおじいさんから聞いたんだけど、弟子でもある孫が家を飛び出した時、ご神木の木星を描いた家宝の美人画を持って行ってしまったらしくてさ、巨匠の絵を自分の手柄にでもしようとしたのかね。そんな不定の輩がいるくらいだから、絵師の世界も心外怪しいもんだなと思ったんだよ。言うには関係のない話だったかな。そんな話聞いたこともねえや。さあ早くどっかへ蹴ろってんだい。いつまでも目の前をうろうろしてると叩き切るぜ。Sorry, sorry. 物騒なこと言わないでよ。こりゃ、とんだお邪魔をしちゃったみたいだね。今回は特に予言することもないし、この辺で消えるとしようかな。それじゃあ、goodbye, baby. おい、ちょっと。一寸が、ちょっと、怪しいというか。でもさ、あれだよね。さっきもそうだけどさ、なんか、漁師島原の絵とかもさ、あれ、天童大使とか、なんか書いてあったからさ、あれ一寸が書いてんじゃないの？でね、これ。天狗入道。なんだこれ、鼻が伸びとる。風？で、そういえば、え、な、罰になってる。罰だって。なにこれ、罰って。え、なんか罰になってる。なんで？これがバッテンってやつか、もしかして。てか早すぎない？早すぎるわ。ちょっと20銭。はい。で、一銭でぶった切る。無駄になっちゃう。え、なんで罰になってるんだ？あ、罰消えた。これ、俺逃げた覚えないんだけどな。また20銭で弱らせて。オッケー。あ、進化が上がったね。あ、妖怪ギバも出た。おー、いいね、いいね。なんか、よくわかんないけど、ね、弱くなってた。よしよしよし。狼おろししてくれたんだったら、ね、別にいいわ。たたり場消えてるし。でだよ。なんか敵いっぱいいるけど、
ここにセーブポイントがあって、どこ行けばいいんだろうね。とりあえず左から行くか。左から。って言ってもこれどうやって登ればいいんだ?こんな崖登れないぞ。いくら二段ジャンプを覚えた甘こうだからと言っても。あ、なんかいる。なんだなんだ。キツネ?キツネだ。キツネは肉かな?なんか肉食っぽい。うん、あってた、あってた。とりあえず近場のあの、あそこから行くか。なんだこれ。なんていうのこれ。海猫亭だ。海猫亭?海猫亭。店の中から魚介類のいい匂いがプーンと漂ってくる。飲食店か?ご飯ご飯。ご飯ちょうだい。海猫亭の女中。いらっしゃいませ。この際、ワンちゃんが来てくれるだけでも嬉しいわ。最近は新鮮なお魚がなかなか入荷しないから、お客さんもぱったりなのよね。うちの自慢は、海猫さんの新鮮なお魚料理。ワンちゃんにも食べさせてあげたいな。海猫さんなら奥にいるわよ。今は料理のことでいろいろ悩んでると思うから、ワンちゃんも元気つけてあげてよ。なんかこの構造、あれに似てない?火事場のあのさ、あれ、あれに似てる。あーん、どうしましょう。いくら私が天才料理人、海猫でも。さすがに材料がなきゃお手上げなんすよ。おー、猫の目を持ってる。つむじ風の料理人、海猫。ねえ、ワンワン、聞いてくれる?はい、ワンワンです。最近この辺の海じゃいいお魚を手に入れるのが難しくて、私の腕前がどんどんなまってきちゃってるざんすよ。もう欲求不満。どこかに思いっきり料理できるいい雑素材はないざんすか?何見てんだい?ふん、別にあんたみたいな毛だらけ料理したりしないざんすよ。私が腕を振るいたいのは、母なる海の恵み。そしてその恵みは鮮度が命。美味しく料理してあげなくちゃ海にもお魚さんにも失礼ざんす。でも水流が暴れてるんだが、暴れてたんだが知らないざんすが、大物のお魚さんがちっとも取れなくなったざんすよ。はあ、この辺の漁師にもいい素材を頼んでるざんすが、吉報を気長に待つしかないざんすね。お魚か。魚はないぞ。魚が取れるようになったら来ようみたいな感じかな。海猫亭か。あっちにはあるね。この上行けないのかな。なんか行けそうじゃない?この辺だったら。無理だね。明らかに無理だね。これマジでどうやって行けんだろう、こんなの。行ける場所ある?行けそうな場所はあるけど。それっぽいだけでない、何にもないか。これは、クローバーだしな。あ、猫の、猫がいる、猫。猫ー。猫は、魚?よしよしよし。あ、また猫の像がある。この像何なんだマジで。あとで壁登れるようになるのかな。この猫の像があるところは壁登れますよ的な感じなのかな。てかこれ王か。決めてなくね。決めて決めて。いいよ。ちょっとかね。あれ、登れん。そしてここ宝箱あるやん。ウィー、ドーン。お、はぐれ玉ゲットー。はぐれ玉集めもやらないとね。じゃあ、今左は全部行ったので、右のあそこ行きましょう。これ、橋の名前とかもあるの?この先、島桜?へぇー。お、桜生えてる。あ、なんかいるじゃん。行商人。新商品のネタを一つ思いついたぞ。鬼ヶ島をかたどった饅頭、そのまま鬼ヶ島饅頭。なんてね。ほら、ここからだと沖合に鬼ヶ島が見えるから、せっかくだし、それも商売できたらと思ってさ。だってそうでもしなきゃ気分が沈んで仕方ないだろ。あの鬼の形相の島、少し前に突然現れたんだけど、水流が暴れ始めたのも、都に変な病気が入り始めたのも、全部あの鬼ヶ島が現れてからなんだ。毎日見るたびに島の位置が変わってるし、不気味なことこの上ないよね。
妖魔の牙城を逃がしまかい。あの島へ渡るにも難儀しそうだが、渡った後も厄介なことがありそうだぜ。何をブツブツ言ってるんだい。さあ気分は軽く商売商売。ワンコ、買い物の使いがあったらちょっと見ていかないかい。買い物する。何がある。古銭しかねえ。あっ、あ、竿？竿は持ってるよ。あー、なるほど。そんなに買うもんはないな。ちょっと、この辺売っとこうか。水晶5個、水晶めっちゃあるじゃん。お金13万も貯まった。すげえ。で、あとは、浜札とかはいいけど、この名手系はいらんわ。名手はどうせ使わない。浜札は取っとこうか、一応。大浜札とかこんなにいらない気もするけどね。よし、行こう行こう。で、これこれこれ。ほれほれ。あ、ほんとだ！奥にさ、あれだね。あるね。あ、で、ワンコロいるね。おー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 。いい感じで幸玉溜まってきたよ。いい感じで幸玉溜まってきた。次はね、炭ひょうたんあげたいんで、350までちょっと、我慢我慢。じゃあ、あの家行ってみよう。なんか、島桜って言うからさ、やっぱりあのさ、あれか、サイの目か。17。豚もめっちゃいるじゃん。俺、豆あげるよー。なんか柿みたいな釣る。あ、魚？魚と何これ。竿に魚介類が天日干しされてるぜ。こうやって干物にすれば魚も長持ちする。漁師生活の知恵ってやつだな。そうだね。魚はね、天日干しとかなんとか保存食にしないとね。鮮度が命ってレベルじゃねえ。お、浦島バー。おや、白い狼さんじゃねえかい。こんな上の家まで家の用事、何の用事で出てきたんだよ。俺のとこにはなんもねえけど、まあゆっくりしていきましょう。だっけ？浦島はいつも一人ぼっちで漁に出てるんだけど、友達もなくて寂しい、辛いなぁ、もうらしいけど、もう俺にはどうにもなんねえだよ。何もしてやれねえ自分に業が湧くや。え、浦島太郎つんだっけ？あれ？太郎だっけ？浦島太郎？太郎？太郎だっけ？あれ？昔、浦島はってでしょ。余市、あ、お前はあん時のワンちゃんじゃねえか。いや、久しぶりだ。や、あんたはあの大羽のリンゴ兄さん。都で姿を見かけねえと思ったらこんなところで何やってんだい。それがあれからコロッと気が変わってな。退屈な仕事におさばらして、おさらばして腕を磨く旅に出ることにしたのだよ。やっぱり堅苦しい都勤めよりこっちの方が性に合ってる。中津国随一の弓の腕前も、この号泣金丸も衰えちゃいねえぜ。まあ、ワンちゃんもこれ食ってゆっくりしていけないよ。お、リンゴ。ありがとう。なんか、ここの水、金色で、リンゴ兄さん、それが腕を磨く鍛錬法なのかい？この通り。ほら、あの小島に立っている木。実がなってるだろ？なんか灰色の実がなってる。あれに狙いを定めて、射法を基本から磨いてるのさ。あの木の実、見ての通り、石みたいに固まっちまって、何度命中してもびくともしねえんだよ。不思議な話だが、おかげで的には都合がいいんだけどよ。ほら、ワンちゃんもこれ食ってゆっくりしていきな。ありがとう。え、あれ、切って落としちゃっていいのかな？なんか、すごい動いてるけど。なんなんだ、あれは一体。あ、馬じゃねえ、牛がいっぱいいる。これ、草食え、草。なんか牛じゃなくてさ、あ、鬼ヶ島、本当に奥にあるじゃん。すごいね。鬼ヶ島、ああやって見えるけどさ、あそこに、位置が毎回変わるんだ。橋が架けようとしてもダメなんだ。橋も架けらんないか、あんなんじゃ。で、あんなところにサイの目があって、あれなんか動いてるね。これぶった切り、今この距離で切れたりしない？さすがに無理か。なるほど。あそこに渡っていかなきゃいけないんだね。お、で、なんかあるじゃん、さらに。なんかある。掘れるよ。うおー、爆発したね、これ。爆発したよ。おー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 、うさぎがいっぱいいる。あ、豆じゃねえ、草だ。
おおおお、サチ玉すごいいっぱい。なんだここは。すごい数いるよ。うさぎばっかじゃねえかよ、ここ。おー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 、桜も、桜もいっぱいあるし。あー、じゃあ次おうか。はい、おうか。掘り繰り返して、うさぎ邪魔だな。あれ、掘り繰り返せない。よしよしよし。え、なんかすごいことになってる、ここ。サチ玉ばっかだし、お宝。あ、エタの置物、いい。あ、うさぎじゃないんだね、ここ。あ、はぐれ玉。おー、黄金桃。え、黄金桃すごい数はあるんだけど、今。黄金桃さ、俺今、5、6個持ってるぜ。これ、よっぽどのことがない限り死なないぞ。一回ぐらいさ、ゲームオーバー画面見てみたいなと思ってはいるんですけど、なんか、死なないな、全然。この分だと全然死なないな。これは、な、桃ばっかだし。すごい場所来、すごい場所に来ちまった。これだって別に渡れる場所、あ、なんか出られる場所はないか。うわぁ、なんかすごい神秘的なところに来ちまったけど、バイバーイ。そういえば、なんか前にもさ、こういう感じで封印されてる場所いくつかありましたね。あ、そしてまた猫の像だ。で、呪われている場所ね。と、まあじゃあ今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。また次回のパートでお会いしましょう。よければチャンネル登録、高評価もお願いします。バイバーイ。